はい、皆さんどうも久しぶりです。魔王です。本日もよろしくお願いいたします。今回ですね、はい、久しぶりにフォールアウト4やってます。もう最近ね、あのフォールアウト4をですね、あまりプレイされてる方も少なくなってきてると思うんですけど、本当に久しぶりにプレイしてます。最近はですね、まあ私がやってるのはスカイリム、スペシャルエディションとかですね、 WWE2K23、をやってます。サイバーパンクはですね、ちょっとやってたんですけど、あの他のやっちゃってですね、どうしても進まないので、そのままちょっと途中で放置してます。なかなかね、あの各タイトルもね、モッドが充実してきてるので、アップデートにも対応したですね、モッドが充実してきてるので、またね、あの楽しくやれると思います。はい、今回ですね、じゃあやっていきたいと思います。今回はですね、まあですね、以前もですね、ちょっとやったことあるんですけど、またね、あの再度やりたくなってですね、撮ってみました、動画を。はい、こちらですね、あのガンホーファイヤーっていうモッドがあるんですが、まあ要するに傭兵仕事したり探偵仕事したりするモッドなんですけど、そちらの事務所がですね、モッドを導入すると、このダイヤモンドシティの玄関ですね、正面ゲートの前にですね、向かい側にできます。はい、というわけで早速行きたいと思います。なんかご案内ですね、前作ったのとはまたちょっとね、あ、趣を変えました。はい、こちらですね、はい、正面玄関から入ったとこです。はい、ここですね、前にワークショップがあります。これはですね、設定次第ではここのですね、事務所を居住地化できるんですよね。で、私は今回はしてませんので、まあそのまま、ただ単純なこのロケーションではあるんですけど、にはなってるんですけど、まあここは居住地化することができます。はい。そしてですね、どっちから紹介しようかな。こっちから行くか。はい。はい、こちらですね。はい、こちらはですね、あ、まあ受付というかですね、秘書がいます。ですね、前回はですね、女性の秘書だったんですけど、今回男性の秘書をですね、雇ってみました。マルクスというね、男性秘書です。まだね、評判が少ないんでね、仕事がないんですけど。うん、なので評判を上げないとね、仕事は来ないです。もちろん設定次第ではいろいろ変えることはできるんですけど、とりあえず私は評判モードにしてますので、評判を上げていかないと仕事は来ないってこと感じになってますね。でこっちの人なんですけど、この男の人はですね、最初のクエストでですね、まあ、レーダーをこう、まあ、討伐しに行く、まあなんで依頼だったんですけど、その依頼主の人なんですけどね。でこの人がその依頼完了後に勧誘できるようになってましたですね。で彼を勧誘したと。でまあこのね、我が事務所のスタッフになってくれたということですね。連れていくことはできますので、はい、仲間として。ここで受付ですね。まあここに座って、まあクライアントが来たらここに座って話を聞いてもらうと。はい、そしてですね、はい、まあこっちですね、まあここはまあくつろぐ場所ですね。まあ待ち時間とかもありますので、はい、こういうところでくつろいでいただくと。はいですね、もちろんね、自販機もありますし、あそこに読み物ね、マガジンとか本がたくさんありますので、まあ、読んでくださいということですね。でまあこちらですね、まあ自分の机っていう設定にしてるんですけど、まあね、こんなレシピが置いてあったりとかするんですけどね、レシートかですね。まあここに座って、まあ事務仕事することもありますよってことですね。まあそんな雰囲気で作ってます。はい、でここは、まあ顧客のファイル、まあ顧客ってまだ全然いないですけどね、まあ一応ねここにいろいろあるってことですね。はい、ここはミニッツメンの旗と、まあ、アメリカ国旗ですね。まあ一応アメリカの舞台なので、はい、まあここはね、特に、まあ、机を置いて、まあ、ファイルとか整理するとこっていうことで置いてます。でこっちですね、これ前ですねちょっとご紹介したと思うんですけど、水槽ですね、ちょっと置いてますね。敵が来ますんでね、ここ敵が湧いてきますんでね。あっさりですね、すごいですね、紹介するのにな、事務所が血まみれですね。まあ賑やかでいいんですけど、まあ、こんな感じですね。銃持っておきますか、とりあえず銃持ちながら紹介しますかね。はい、ここですね、ここ水槽です。でこれはですね、まあイートマ地区であるんですけど、何が変えるかっていうと、
まあ、リンゴか買えたりとか、ね、新鮮な果物とかケーキとか、アイスクリームパイとかですね買えます、まあ、ハンバーガーも買えます、パンも買えますですね。はい、こんな感じです。でここがですね、これがコーヒー飲めます。コーヒーマシンです。コーヒー飲んでますリラックスしましょう。はい、こんな感じですね。はい、そしてですね、こちらなんですけど、こちらですね、一応武器庫ですね、武器庫っていう設定してるんですけど、ここにニャンコがいますね。かわいいニャンコがね、飼い猫です。はい、こちらね、武器庫です。まあ、武器庫ですね、作業所兼武器庫ですね。で、タルト置いてますアーマーもね、一応置いてますけどね、まあ、いざという時は切ると、まあ、切ることないんですけどね。では、銃をね、こう、もっとね、銃飾ってもよかったんですけど、あんまりね、飾りすぎてもどうかなと思ったんで、とりあえずね、いろいろ飾ってます。ね、ここら辺はまあバリナの銃なんですけどね、こういう、まあね、銃火器も置いてますね。はい。で、こちらに行くと、こちらはモッド武器ですね、ほとんどは。ファルですね、AK ですね、で、MP5 で XM、なんだ8か、うん、でこれが、これも MP5 なんですけど K ですね、ちっちゃいやつです。はい、コンパクトなやつですね。こちら行きますね。お、なんか勝てるが、でこちらですね。はい、こちら行きます。こちらですね、秘書のね、あの男性のね、寝室というか部屋ですね。で、まあ一応ね、テレビ置いてます。まあ見たい方はね、一応ね、ドラマが流れてますんで見れますと。で、ちょっとね、セクシーな絵がかかってますけどね。はい、こういう感じでね、かかってますはい、まあね。で、ここにマガジンがね、置いてあります。左がですね、ウエストランドサバイバルガンドと、こちらが、なんだっけ、銃のやつですね。はい。銃と弾丸だったかな。はい。で、こちらいきますね。はい。まあ、これはもうゴミ箱ですね。前はね、ところどころにこう飾ってあるんですけどね。殺風景になっちゃうので。はい。で、こっちですね。こっちはですね、トイレですね。トイレ。まあ、ここでシャワー置いてるんですけど、まあ、ここでもシャワー一応浴びれますよって設定ですね。で、こちらが、まあ洗面台ですね。はい、こんな感じです。じゃあこっち行きましょうかね。もう相変わらずね、これすごいですね。これこちら行きました。こちら後でいいか、こっち行きましょう。はい、こちらですね。こちらは自分の部屋っていうことにしてます。はい、ここにね、サープラスライフってね、まあ、M16 みたいなやつです。置いてますね。はい。ベッドですね。はい。こちらは、あれですね、その、事務所に、事務所の仕事内容とか確認するターミナルですね。まあ、ここで何でもね、仕事を始めるってことで、どんどん仕事を始められるんですけど、ね、どれを受けるかってね、いろいろありますけど、うん。キルレイダーとかですね、いろいろあります、クエストがね。はい、これキッチンですね。ここテレビ置いてますけどねそんなにね、食材ないけど作れないですけどね。はい、まあ、ここはね、キッチンですね。で、これは冷蔵庫です。がっつりね、冷えたのが置いてますんでね、いいですよ。これ変装ロッカーですね。仕事によってはですね、変装しないといけなくなるので、これ変装していきます。レーダーに化けたり、ガンダーに化けたりですね。はい、ここはですね、まあ、ここ何にしようかと思ったんですけど、ほんとね、適当に作っちゃいました。ここは一応ね、くつろげる場所にはしてるんですけどね。はい、まあ、ここでまあフィルム見れると、これホールアート2のあれかな。はい、流れてます。フォールアウト2のオープニングのムービーが流れてますね。ボルトテイクって書いてます。2はこんなんだったんですね。
はい、こんな感じですね。こちらにもシャワー置いてますけどね、これは本当ね、なんか脈絡ないですけどね、置いちゃいました。できちっとね、あのサポートロボットはね、あのそれぞれ置いてます。はい、というわけですね、こんな感じでですね、ちょっとね、ガンホーハイヤー事務所をね作ってみました。前回のですね作りとはまたちょっとね違いますね。はい、まあ、似てるとこもありますけど、でまあこの何ていうんですか、この、 あのクラフトの面白いとこは、ホラーザ4のねクラフトの面白いとこは、その何ですかね、毎回毎回ね微妙に違うとこなんですよね。似たようなのを作ろうと思ってもやっぱ違うんですよね、その時のあの感性とか気分とか考え方によってやっぱ全然それがストレートに出るので、そこら辺がですね非常に面白いと思います。はい、というわけですね、今回はですね、はい、モッドガンホーファイヤーの、事務所ですね、そちらのですね中をねご紹介させて、事務所の中をですねご紹介させていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではですね、また、別の動画でお会いしましょう。失礼します。